あ、こんにちは。こんにちは。久しぶりですね。ご無沙汰しております。今日丸山さんがやってきた、まあ、いろんな世界の裏社会ですね、はい、その映像で興味深いのがあるっていうので、はい、興味深いというか、関野さんにこうね、宿題を提出する生徒の気分でございますということで、丸山ゴンザレスでございます。よろしくお願いいたします。実は僕の方のチャンネルに関野さん来てくださって、その場で、せっかくなんで関野さんの方にも出してくださいということで会いになりまして、コラボ初めてなんですよね。関野さんのチャンネルでコラボがある。あ、そうなんです、はい、だから、全く用意しない状態なので、本当だったら皆さんにでっかい画面でこうパッとお見せしたいところなんですが、僕のスマホに普段入れているデータで、はい、僕普段ご存じない方のためにお伝えすると、まあ、世界中の、まあ、裏社会と呼ばれるものとかスラム街だとか、関野さんがいろいろ旅してきたところとは真逆の人口密集地帯とか、人が社会をきつくっているところ、そこでどういう営みをみんなしているのか、まあ主に僕の場合だと仕事、それは法律的に見るとアウトかもしれないけど、そこの人たちがやっている仕事ですね、それ法律とかに関係なく、裏表関係なくですね、チェックするというか、そういうことを取材しているものでございます。で、いくつかこうね見てきた中で、こんなのありましたっていうのを、まあ、関野さんにちょっとお見せしたいのは、例えばこれですね、ジャマイカの、あ、ジャマイカ、はい、タイマ畑、中米ですね、はい、お島ですね、これは合法的にやってる、いや非合法です。あ、非合法です。当時はですね、そういう密林というか、ジャマイカの島の外れの方にある、まあ、ブッシュ地帯というか、キラワッとジャングルとまで言わないんですけど、その山の中の一部を開墾して、タイマ畑をやっていると。でその時に僕面白いなと思ったのは、こう畑がこう土でこうちゃんと山作って、本当にちゃんとした農業としてタイマを作ってる現場って、この時初めて見たんですが、この時にすごいなと思ったのは、これよく見るとですね、いろんな育て方をしているんですが、その中でちゃんとこう水田にしてて、これがですね、はい、水でちゃんと水路で周りを覆って、はいはい、だからタイマを、良いタイマを作るためには水田と同じ状態にして、ちゃんとこう、水をきちんと与えないと育たないんだっていうことを、こっちの職人とか農家さんが言ってるわけですよ、はい、あ、タイマって農作物なんだ。でこの時にだから僕はちょっと印象としてね、うん、思ったんです。でこの、水田と同じようにやると、この藻がいっぱいできるんですよ、水草とか、はいはい、これを上に持ち上げるとこう肥料なんですよ。でそれをアンデスでやってるんですよね、水路を作ってその間で作物を栽培するんですよ。でなおかつそこで水路に魚とか小魚とかそういうものを泳いでるわけだし、はあ、そういうことなんだ。水草って肥料になるんですね。肥料なんですよ。いやちょっとすごいこと聞きました。その全然考えてなかったですね。でもこれの時にあんまりこう普段こう出てこないんですけど、こう作ってる人がちゃんと大麻の苗、これは写真ないな、苗床を作ってですね、ちゃんとこうある程度まで育てたやつをここにこう畑にこう入れていくんですね、うん、でこのジャマイカっていう国は僕の中ではすごくタイマーのイメージもあったけれども、ギャングのイメージもあって、うん、でギャングの人たちがこういう形ですね、拳銃をですね、まあ持ってるんですけど、貧乏なギャングっていうのはお金がないので拳銃を買えないんですよ。だからそのお金の代わりにタイマーを外国に住んでいるジャマイカ人に送って、拳銃を送ってもらうとか、そういうことをやってるらしいんですけど、それができるのはでもある程度こうコネクションがある人たち。そうじゃない、さらに若い、年若いギャングとかどうしてるのかなっていうと、お下がりをもらうんですよ。銃のお下がりをもらう文化ってなかなかないなと思って。で、だからその、ちょっと個性を出すためにグリップのところをちゃんとこう木でですね、自分たちでこう付け直してですね、こういうふうに彫刻したやつをこうつけてたりするんですよ。
もうなんかね、あの古い銃コルトだと思うんですけど、それもなんかこんななってると愛着湧くんだろうなと思って、うん、なんか銃に対してまああのいろいろね、もちろんいろんな使い方はできるけれども、こういう形で受け継いでいかれる銃っていうのもなかなかないな、それもなんかジャマイカっぽくて面白いなと。まあ大切にしてんでしょうね。そうですね。でもこのグリップのところを見た時にやっぱり、はいはい、ああと思います。まああの本当ボロ見てわかるとボロボロですけどね、こんな拳銃が。でこのタイマーはどこで消費するんですか。これはですね、主にあの国内の消費地なんです、うん、でここ彼らがジャマイカは合法なんですか。今は罰金刑からのほぼ実質合法の本当の合法に変わったのかな、ね、確か、はい、あの罰金刑、僕が行った時はまだ罰金刑です。そうですか、はい、でもあの所持してるとって、そういうのをさばいてるのはこういうギャングだったんですが、やっぱりその多くの、まあ、タイマーはその地元で消費される地産地消なんですけど、やっぱりある程度そのジャマイカ産ということでニーズがあの海外でもあるので、密輸して海外で送り出してその利益っていうのが入ってくる。でそれによって、まあすごく儲ける人がいるので、経済的にこうなんていうんですかね、あの恵まれるとか富裕層になっていく人たちもいる。もちろんそうじゃない人たちもいるんですけど、だから国内だけじゃなくて、やっぱりそのジャマイカ以外での消費っていうのですごく儲けてる、そういうところもありますね。なんかお金が生まれることで、今度あのやっぱりギャングの中でも格差というか、力を得る人たちとそうじゃない人たちがいたりとか、そういうふうに誰がこの麻薬ビジネスというかマリファナビジネスで儲けてるのかなっていうのを、僕はやっぱりこう取材しに行く中で、見てました。で特にあの儲けてる人とか搾取されてる人とか、そういう構造っていうのはあの人間が人間としてこう暮らしていく上で一番こう分かりやすい尺度なんですよね。あの僕の取材の場合はやっぱそういうところをチェックすることが非常に多いですね。コカと比べてどうなんですか。コカの場合だと、なんて言いますかね、コンパクトにするには精製作業が必要ですよね。あの時に劇薬とか使うので、こう関わる人間というか技術とかがすごく大変なんですね。に対してやっぱりそのタイマーはホスじゃないですか。で、あの樹液を、例えば樹液って、樹液の場合はあのそれを集めて作れたりするし、あの干して精製過程とかも農作物なんですよ。まだま、あのだからあの効率は、効率化簡単だと思うんですね。でそれに対してあのコカの場合と比べると、コカは精製してコカインにすると、まあ精製するために大量のコカの葉が必要で、まあ、でそのそれをこうコカインにすると、あの一気にこう違法性が高まるというか、でそこに関わる人間も多いし、でなんか僕見た時はこうなんかなんだろう、工業生産物に見えました。そういう意味で全然違うなっていうのが見て思いましたね。両方の産業としての大きさ、裏社会的なもので言うとですけど、あの裏社会的な産業で言うと、もうコカインの方が圧倒的に儲かりますから、その儲かるっていう理由でマリファナ農家からあのコカインに転職したっていうのは1980年代から90年代にかけての世界中の麻薬地図の変化とも連動していくんだと思いますし、実際そうだって言われてますね。まあ、あのボリビアにしてもペルーにしてもやっぱり農作物として栽培してるんですよ。だからアメリカ政府は、まあ、ペルー政府とかボリビアどうでもいいんです、うん、本当は別に何の害もないんで、うん、でアメリカが困ってるわけで、そうするといろいろちょっかい出してくるわけですよ。で焼いてしまうとか、大体あの作物だからコカの、あの栽培の代わりに米を栽培してくれとか、うん、で全然違うわけですね、儲けが。っていうかまず病気がない、うん、コカの栽培病気が あんまりないんですよ、米とか比べれば。それからもう一つは単位面積あたりのこう収穫量、あのお金にすると圧倒的にコカのが高いんです。はい、それはもう現地でめちゃめちゃ聞きました。もうとにかく農作物としての効率がいいんだ、はい、儲かるんだ。だから今大体作物するんだったら、うん、ものすごい額の補助金がなければやってられないっていうことですね。いやでも本当その話聞くと面白いなと思ったら、僕はあの
メキシコで、まあ、同じようにそういう麻薬生成に関わるような人たちにね、ちょっと話を聞いたんですけど、生成とかの国家のね、その生成とかやってるようなあの人たちが言ってたんですけど、日本の人たちがメキシコのフルーツを今の5倍から10倍の値段で買ってくれるなら俺たち麻薬作らないよって言ってたんですよ。だから本当にビジネスの話なんですよね。作ってるところは儲かるからやっているっていう人たちが本当に多いので、そういう意味ではなんかその儲けっていうものがあのもたらすですね、社会の変化っていうのは本当にでかいですね。それぐらいこう貨幣価値というかお金っていうものの、あの重みがもう世界中津々浦々までこう入り込んでるんだなっていうのを本当に思いますね。あの関野さんが行かれてたアマゾンでもやっぱりそのお金っていうものの価値をあの知っている人がと そうじゃない人たちの勢力っていうのはもうやっぱり知っている人たちの方が圧倒的に多くなってきていますかね今。いやもう圧倒的に多いです。もう本当にだって先人の数って50万とかそのぐらいですよね、はい、もう圧倒的にまあよそ者が多いわけで、でコロンビアなんかだとのアマゾンだとこう昔は3分の1ぐらいのこうアマゾンを中心にしてファルクっていう反政府組織がこう支配してたわけですね。そこに入ってったことがあるんですよ。その時にあのちょっと寄り道すると、うん、そこはもうゲリラの基地なんですけども、そこでみんなね食事すると自動小銃は絶対離さないんですね。女性の兵士もいるんですけども、うん、で皿洗いいる時も絶対に銃は離さないんですけども、その時そこの親父がいいものを見せてやるかなって言ったら、うん、仮生成ですね、今回の、うん、で、あの資金源ですから、はい、あのファルクの有力なね、はい、結構な資金源だったんですよ。そうですよね、はい、もともと、で途中からなったんですけどね、資金源に、はい、で仮生成してでドラム缶に入れて別のところで生成してあの市場に出るんですね。で仮生成はそういうゲリラの田舎でもやってますね。いや俺あのボリビアで、生成するとこ見せてくれって言ったけど全然誰も見せてくれなかったんですよ。あのいろいろ問題があるいや分かってるでしょそういうのでも分かってるけれどもやっぱね見れないんですよ。そのコカインの生成の現場なんてなかなかやっぱ見れるもんじゃないんで、さすが関野さんそこまでやっぱ入り込まれてるってことね。いやじゃなくてそこはあの日本人が最初に新世界ザルの研究者伊沢さんという人がいて、はいはいはい、その人はもう彼がそこに入るときはあのコロンビア政府に許可書をもらって、うん、あとはやっぱりゲリラの親方にも一応許可書両方もらって入ってくるんですよ。そうすると一応あの伝わってるわけですね。だから寄り道しても別にあの警戒されないし、でそこの案内してくれたのはそこの周辺のゲリラの隊長だったんです、はい、そっかそっかそっか、いやそのねそういうのにたどり着かないとやっぱ大変なんですよ。あのまあ僕もでも似たようなところを取材するときは、はい、まあそんなねあのジャングルの方とかに行かないですけど、はい、やっぱりそういうボスには話し通しますから、はい、やっぱ人が集まると、グループができてグループが集まるとコミュニティになるじゃないですか。そこでやるやり方ってやっぱ一緒なんですよね。上を抑えないと入っていけないですよね。同じところはあるんだなっていうのがね分かりますけれども、でも僕の方は僕の方の裏社会ジャーニーというチャンネルには関野さん来ていただきましたが、この先僕が関野さん のグレートジャーニーのその解説というかそのところのゲストとしてお邪魔することも一応 あるということで、はい、今回ちょっとこの動画の方にお邪魔させてもらったんですけど、どの辺の地域をやりましょうかね。どこがいいですかね。もうあとはこれから、まあ、シベリア通って、はい、こうエルチンからプーチンになる時の、うん、ロシアを通ってモンゴルを通って中国行って、中国シルクロードからねチベットなんですね。で、ちょっとネパール の、うん、チベット人地域に、うん、寄り道してから、またシルクロードに戻って、それで中央アジア、うん、中東、そしてアフリカなんですね。
いやー、壮大だな、聞いてるだけ、エリア聞いてるだけで、特にこの、ね、今のタイミングだから、あるから、それも含めてなんですけど、いやー、一番興味持ってないと、ね、やっぱり中国はありますね、シルクロードとかあの辺は、興味ありますね、でも他のところも全然、ネパールとかそんなに全然詳しくないですけど、やっぱり北インドの方とかは旅はしてたから、そういうところも興味もあるし。中国がね、うん、ちょうどハミとかウルムチとか、はい、要するにウイルグ人地域なんですよ、今です。今問題になってるところですね。そこに来て、今だとアフガニスタンから米軍が撤退するじゃないですか、そうすると、あの辺で宗教的な問題がまた巻き起こってきて、あの辺とか旅できる日が来るのかな、次、だからその外交とかじゃなくて、旅人目線で国際問題が起きるたびに、紛争とか、その火種が生まれるたびに、ここ、次、旅できるのいつかなとか、ちょっと思っちゃうんですよね。中央アジア、シルクロード中央アジアがいいかもしれないな。あ、ぜひ、もうどこでもいいですよ。あの皆さん の, あの聞きたくそうなことを僕が杉野さんにいろいろ聞いていく感じになってますんで。まあイランなんかも面白いかもしれない。というのは、まあ、日本が今変なふうにあの禁酒条例みたいのがあの出てるみたいだけども、それと同じようにやっぱイランは酒飲んじゃいけないわけですよ、酒飲んじゃいけないと必ず密造酒が出てくるわけですね。やっぱりこうそういう隙間というか、両方やっぱあるんですよね、人間の生きていく上で。人はやっぱりその綺麗な岬だとやっぱりちょっとこう生きづらいところがあるんだろうなって思います。その辺の話とかもね聞きながら、そして僕の体験とかもちょっと混ぜながら、関野さんのチャンネルでまたお邪魔して、はい、あのやりたいなと。いらしてください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。Cómo no he de llorar, no he de sentir. Ay, cómo no he de llorar, no he de sentir. La coca no es cocaína, para que la vean con desprecio. La coca no es cocaína, para que la vean con desprecio. Ay, cómo no he de llorar, no he de sentir. La coca no es cocaína.